はい、皆さんこんにちは。今日はこちら三菱ふそうファイターのご紹介をいたします。三菱のふそうファイターなんですけれども、もうこれ出てですね、多分10年以上経つんでしょうかね。当時自分がまあ10年ぐらい前に富士運輸入ったんですけれども、その時結構ねこの顔のまあファイター入ってたんですけど、まあ、今回それ以来ぶりなんで、まあ、多分10年ぶりぐらいに入れた4トンということでね、まあ、今回ちょっとご紹介をしていきます。富士運輸では4トン車といえば日野だったりですとか、まあ、いすゞのフォワードだったりっていうのが多かったんですけれども、まあ、今回ねこのふそうのファイター、まあ、見た目こそね、グリルとかしかね違わないんですけど、まあ、内装もねちょっとこう今までの、まあ、4トンファイターとは違って、やっぱりこうダイムラーのねいろいろ技術が入ったモデルになっております。で以前東亜運送さんのねこのファイターつってね自分ご紹介させていただいたんですけれども、それよりも新しいいろいろ装備がついておりますので、また改めてねご紹介をさせていただきたいと思います。でまずオプションとしては、まあ、助手席のねサイドガードアシスト、これ今まで大型にしかついてないんですけれども、まあ、近年のこの普通の車は4トンも2トンもねこうついてたりします。はい、であとはまあ運転席側のステップランプだったりですとか、あとバッテリーをねちょっと大きめのものに変更してます。あと運転席エアサスシートもオプションでつけてまして、あとアルコアのアルミホイール、これもオプションですね。でミシュランタイヤもオプションで、フロントのスタビライザーといったものをオプションつけてるということで、まあ、どれがどうなのと、まあ、いうのをねちょっとご紹介していければなと思います。で、まあ、前回東亜さんの、まあ、ファイターでもそうだったんですけれども、やっぱりこうセンサーがねこう中央に来てるんで、こうナンバーがね横になるんですよね。まあ、ここがねちょっと見分けるポイントの一つではないかなと思います。まあ、なんですれ違いざまとかね来てトラック来た時に、昔のモデルだとこうナンバーがね真ん中についてるんですけれども、この現行になるとこうちょっと横にねナンバーが移設されてるという、まあそのような形になります。で基本的にこうウィンカーとかヘッドライトとかフォグはね多分同じものですね。こうリフレクターも多分当初のモデルと変わらないです。でまあ変わるのはちょっとグリルの形状がね初期のとはまた違う感じになってるぐらいですかね、フロントは。であとまあこちらのセンサー系ですよね、このカメラとこういった赤外線とこうついてると、まあなんでこの辺のセンサーと、まあこちらのミリ波レーダー的なのがついてると、まあフロント周りはそのような形になっております。でこちらベースはですね6気筒エンジンの220馬力のモデルとなっておりまして、でやっぱりこう、まあ、最近の近年のね4トン車はそうなんですけど、まあ、アドブルー必要になりますよというお車になります。であとこの風防ついてるんですけれども、その横にですねこういったまたピョコッとしたこうレーダーみたいなのがついておりますけども、これは純正のデジタコの、まあ、アンテナですね、まあ、軽い GPS みたいなのがついてるので、まあ、そちらのアンテナがついてるということになっております。でこのサイドアンダーミラーもね最近の4トンはこれオプションなんですかね、最近ついてる車不純油では多いです。でまあこんな感じです。横側、うん、こんな感じですね。こう波板のねウイングになっております。結構ね不純油では珍しいですかね、こう波板ウイングで、パブコ社製のね波板がついてます。で先ほど申し上げました通り、こうアルコアのねアルミとこのミシュランは、まあ、内田オプションで取り付けさせていただいております。まあフルキャブっていうかね、まあ、これこのモデルはでももうフルキャブしかないのかな、っていうモデルですね。はい、でこれサイドガードアシストがついてるんで、まあ、こちら大型にもついてますけど、このセンサーがね横側についてます。はい、でタンク、これ200リッタータンクとでアドブルーがついてるんですけど、これ大型より小さいですよね。まあ、小さめのアドブルータンクがついてて、で足回りはこうエアサスなんですけど、こう2バックって言ってこの後ろ側だけエアのねあの
ベローズがついてるんですね。まあ、なんでフロントはこうリーフになってるんですよ。フロントっていうかこう前側はリーフで、後ろ側がこういった感じでエアサスになってるわけですね。まあ、なんでやっぱ乗り心地とかから言うと日野とかの方がいいんでしょうかね。 U4 バックなんでね。はい、まあ、一応そんな感じになっております。で、あとうちでは空気圧センサーつけてるんでね、こういったオレンジのシグナルがついております。あとこれがチェーンラックですね。チェーンラックと、あとこれ消火器、最近横にねこうつけるものに変更になっておりますね。こんな感じでございますね。で、後ろはこんな感じで、まあ、これもなんかあの開口部がちょっと小さいタイプですね。でウィングのこう縁が見えるじゃないですか、っていう場合はこう開口部小さくなるんですよ。まあ、なんで横から搬入室するのを優先している箱と、まあ、そういった感じになっております。で、積載がね2600キロということで、もうやっぱりこう年々こうアドブルーの、ね、タンクですとか、あとはまあ触媒とかマフラーカバーとか、いろんなまあ排ガス規制の装置がねついてくることによって、まあ、どんどんこうね積載も取れなくなってきてると、まあ、そのような現状でございます。まあ、ですんでね、今これ2トン600取れてますけど、例えばこれに格納ゲートとかつけるともう2トン200とかね、2トン100とかなってしまうという、なんかこの4トン車っていうね、この呼び名は何なんだろうっていう感じになってくるんですけど、まあ、現状はね、そんな感じで4トン車って非常に荷物が積みにくいトラックに、まあ、なってきてると、そういうことでございます。で、今こう純正のテールもですね、こういったもうバックランプがこう左右両方2箇所ついてないといけないということで、まあ、各こういったランプの部分にね、こうもうインストールされてる感じですね。2箇所、まあ、そんな感じになってます。で、じゃあちょっとね中見ていきましょうか。箱の中を見ていきます。はい、まあ、こんな感じでございます。まあ、うちでよくある扶装と同じ内装みたいな感じですかね。ラッシングレールは2段で、床はこれはでも多分バンブーではないですね、合板ってやつですね。で、フックはあの U 字フックが、床ラッシング用に U 字フックがついているという、まあ、標準的なものですね、至ってね。はい、まあ、そんなに特殊な装備はついてない感じでございます。はい、で、横側こちら側もまあね、こう工具入れもまあ普通の標準のものですね。ダーケンとかでもない、まあ、標準のものですし、まあ、この辺もなんかまあウイングの制御装置だったりで、バッテリーはちょっとね大きいものに変更になってまして、まあ、ちょっと違うと、標準とはね。マフラーカバーがないんですね。マフラーもそのままむき出しになってると、そういうことでございます。で、エアタンクは2機ついてますよと、まあ、いう感じですね。じゃあちょっと内装を見ていきましょうか。内装をまず開けます。まあ、こんな感じになっておりまして、まあ、近年のこの三菱ふそうは黒い内装に結構ベクトルが向いてる感じですよね。当初このモデルが出た時ってのはここ黒くなかったんですよ。でも今こう黒で統一されてるというのと、まあ、シートなんかもね、ちょっとこうエアシートなんですけど、これエアシートでこうねシューッとこう言うんですけど、ただベルトはねこう普通にボディから出てるシートベルトですね。こう椅子についてるものではないです。で、アクセルはオルガンタイプではないですね。もう吊り下げ式になっております。で、ブレーキはまあオルガン式ということですね。まあ、ここは不走はやっぱ伝統的ですね。日野だとこれ吊り下げになるんでね。で、これはまあマニュアルなんで、こうクラッチペダルもついております。はい、じゃあちょっと乗ってみます。で、乗ると、まあ、これもね、このホイールパーク型のブレーキになってるんですよね。通常日野とかだと増トン車とかにオプションだったりするんですけど、これはなぜかホイールパーク式がついております。で、エアサスのコントローラーはこれ現行のスーパーグレードと同じものですね。はい、まあ、この辺はね以前ご紹介したかと思うので、ちょっと紹介差し控えますけど、じゃあちょっとエンジンかけてみます。ね、こう針が動く。はい、まあ、こんな感じでございます。はい、で、まあ、これもね空気圧センサーついてるんで、こういった小さいモニターが今つきます。で、あそこにねサイドガードアシストの、まあ、この警告ランプがねこうついております。まあ、なんであそこがね横こう危険を感知すると点灯すると、点灯とか点滅したり、色がねオレンジのものだったり赤色のものが光ったりとか、まあ、そういった形になります。で、まあ、大体の装備ですけど、まあ、ハンドルはねこれ現行のね不走のものと同じですね。ただまあ機能的にはやっぱりこの何でしょう、クルーズコントロールなんかも車間クルーズとかねできなかったりするんですよね。普通のクルーズしか使えないという、そういったものになってます。で、電話をねこう出たり出ないとか、まあ、こっちもねインフォメーションディスプレイをねいろいろいじくれたりします。
学んでこうやってこういうのでね、いろいろ変えてそれぞれに応じた縦横でこう車高調整とかできるんで、多分ここでこうエアサスできるんですよね、これ。あ、上がった上がったこれできる、エアサスここでできるっていうやつですね。あ、戻ったっていうようにこうできます。あと速度とかなんですかね、まあ一応デジタル式のねメーターを速度を出せますよ。あとこれはトラック情報なんで、まあね、アドメーターとかね、トリップメーターとか出せますよっていう、まあそういった装置が、まあちょっとだから大型より簡素化されてるんですかね、こういうのはね。まあブルーテック、アドブルーの、あと DPF ね、マフラーのススがどれぐらい溜まってるとか、まあこういったいろいろな運転支援システムなんで、これあれですかね、車線いつ出すとか多分なるんでしょうかね。あ、多分看板とか読み取るんですよね、これ。標識とかね、読み取ったりする機能もおそらくついてるのかもしれないですね、この三角形ついてるんでね。で、電話オフ、オーディオオフとかね、できたり、まあ、車高調整とメンテナンス、エンジン、イベント、ブレーキ圧とかね、ここで、ブレーキ圧をだから、ここで見るんだ、こういうね、1、2ってこう見たり。まあこんな感じでいろいろできるよと。で、あと照明とかで言語の設定とかね、こちらでできますよというものですね。まあこういった制御をこちらでやるよということです。で、まあこの辺とかね、これはまあミラーのね、折りたたみしかこちらついてないですね。で、あとまあこう、ウインカーレバーですね、ウインカーレバーもまあ、右にね、結構機能集約されてるんですよね。ウインカーと、あとはワイパー、あとはパッシングとかね、あとハイビームとかこちらでやる。でこちらは何かといったら排気だけっていう、ちょっとバランスが悪いですよね、これ。これの排気だけの縦、何も動かないですよ、何もないですからね、これ。排気だけのレバーみたいになってるんですよね、これね。まあ、しょうがないんでしょうかね、これ。まあ、そういった形になっております。で、昔のファイターだとね、これ3つこう、なんかエアコンがポンポンポンとこうついてたんですけど、まあ、最近のモデルだと、ここがヘッドライトのこういったスイッチになってまして、で、これが蛍光灯、これ何、あ、なんだこれ、何これ、なんか変なのつきましたけど、なんすかねこれ、ちょっと後で調べときます。はい、謎のボタンがついております。はい、まあオーディオ系もプロラインと同じものですね、がこうついてますよっていうところで、でうちではこうデジセブンっていうね、最新式の、まあ、矢崎さんのデジタコをつけております。でこれは多分オールド坂道の制御ですね。これは横滑りをオフにするボタンとかね。で、エアコンはこれ、まあこれも普通と同じですね。普通と同じエアコンのパネルっていうか、ノズルですね。はい。で、ここなんかは、まあまあ、カール型と、車内と、ウィング、それぞれのスイッチと、で、これも、すす焼き手動、あ、手動だ。手動すす焼き。で、これ、レーンキープオフ。で、これはプリクラッシュ的な、衝突被害軽減ブレーキをオフっていうのができるよっていうことですね。あとなんかあんのかな。で、まあ、ここがこうエアサスね、これでエアサスこっちにもできますよ。でホイールパークブレーキっていう感じで、なんかそんなにないですね。でこれは、あ、これ使えない、使開けられないっていうね。まあまあこれカップホルダーですけど、これちょっともうちょっとね、こっちずらさないと開けられない。はい、まあ、そんな感じでございます。まあどうでしょうね、後ろなんかもこうカーテン式になってて、まあなんか硬いなこれ、まあすごいプラスチックですよこれ。これベッドでもなんでもないっていう、これなんか絶対引かないと無理。あ、でもなんか収納できるのかな、これ開くようになっておりますね。はい、まあこんな感じのファイターさんですけど、いかがでしょう。自分なんかこれ出た時本当嬉しかったですけどね、内装かっこよくて、でこういうね、室内灯なんかもこうね、ちょうどこうボディの形状に合っててね、すごいおしゃれだなとか思ったり、まあ、したんですけどね。やっぱもう出て10年以上経つんで、まあどうなのかなと、まあ、いう感じですけど、こういうねスピーカーとかもね、当初本当かっこいいなと思いましたよ、こういうの。はい、で、あとこのバックアイカメラもね、最近このクラリオンさんのね、こう高精細というか結構ね綺麗なものに変更になってるんで、やっぱりね見栄えがいいんで、こうワイドというか広角なんですよね。まあ、なんで結構、まあ、広い範囲で見えるというのもそうですし、やっぱ画質がいいので結構際がよくわかると。で今なんかこう天候いいんでね、いいんですけど昼までね、でこう夜で天候悪い時とか結構怖いんでね、まあ、そういった時にこういったものを役に立ちます。まあ、ただねこういったものを過信しすぎてもねダメなんで、まあ、ちゃんとね自分で目視する
ね、癖っていうのはねつけていった方がいいかなと思います。でね、今一通り見ていきました。で、まあうちでこれファイター買うのは本当十数年ぶりなんですけれども、やっぱりね中の機能は進化はしてるんですが、まあ元のベースがねもう十何年前のものなので、まあこの辺のデザインはね変わらないという形でございます。まあそろそろでもね、日野さんとかもフルモデルチェンジしたんで、まあそろそろねこうファイターもそろそろなのかなとか思うんですけどね、実際どうなんでしょうね。まあまあ4トン車もやっぱりね今年々どんどん高くなってるんで、まあねそこら辺の懸念もあってあまり開発できないっていうのもあるのかもしれないですし、まあ視野的なね問題もあるのかもしれないですけど、まあ何にしても4トン車なんでね、その4トン積めるような箱と、まあなんかそこら辺の設計を見直していただくのと、あとはやっぱりアドブルーの懸念ですよね。やっぱ車によっては今でも日野のお車なんか低馬力のね210馬力までのモデルですとアドブルーいらなかったりするんで、まあ、そういったところをねちょっと考慮していただきたいなと個人的には思います。はい、またじゃあちょっとねいろいろ企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。